ルイス・アルフォンソト・レンズ・サイズは、ベネズエラのカラボ・ボシュバレンシア出身のプロ野球選手。ウトウ・オミギウチ。MLB のシアトル・マリナーズ所属。2012年7月2日にアマチュアフリーエージェントで、ニューヨーク・ヤンキースと契約して、プロ入り。2013年に、ルーキー級、ガルフ・コーストリーグ・ヤンキースで、プロデビューし、48試合に出場して打率。241。 1>, 1本類打、14打点の成績を記録した。2014年は、ルーキー級、ガルフコーストリーグ、A-9 スタテンアイランドヤンキース、A 級チャールストンリバードックスでプレーし、3チーム合計で62試合に出場して打率。256、3本類二22打点の成績を記録した。2015年は、開幕前の3月に、右肩の手術を受け、 シーズンを全球した。2016年に A-9 スタテンアイランドで実戦復帰し、その後 A 級チャールストンに昇格。2チーム合計で52試合に出場して打率。250、日本類が15打点の成績を記録した。サンディエゴパドレス時代2016年12月のルール5ドラフトでシンシナティレッツから指名され、直後にトレードで、 サンディエゴ・パドレスへ移籍した。2017年は開幕ロースター入りし、シーズン開幕戦となった4月3日のロサンゼルス・ドジャース戦でメジャーデビューを果たした。その後もヘクター・サンチェスと共にオースティン・ヘッジスの控え保守として一度もマイナーに降格することなく1年間チームに帯同し、56試合に出場して打率。163。 7打点の成績を記録した。オフに、ベネズエラで行われた、ウィンターリーグのリーガベネソラーナでベースボール、プロフェッショナルに参加した。2018年のスプリングトレーニングで、外腹射筋を痛めて、チームを離脱した。この年は、A 級レクエル氏のアストームで122試合に、出場して打率、286本塁打、73打点の成績を記録したが、 メジャーに昇格することはなかった。2019年はメジャーで7試合に出場して打率。214の成績を記録した。2020年8月30日に、オースティン・ロラ、オースティン・アダムス、ダン・アルタ・タビラとのトレードで、タイ・フランス、テイラー・トランメルと共にシアトル・マリナーズへ移籍した。9月14日のオークランド・アスレチックス戦で、ヘッスル・サルドから、メジャー初本塁打を放った。 この年は、移籍前と合わせて26試合に出場して打率。257、1本塁打、6打点の成績を記録した。2020年に、両リーグ最多の6つの保ツを課すなど、補給技術に、やや難がある。3、ジョージ・エイ・キング、ヤンキース・インク、プレミア・プロスペクト・ユナテン・アメリカ。ニューヨーク・ポスト、2020年11月9日閲覧。 キャッチングプロスペクトルイストレンズ18エージセンセーションウィズザスタチンアイランドヤンキースシリブ2020年11月9日閲覧 nj.com ブレンダンクティ nj アドバンスメディア4ウェンディドトップヤンキープロスペクトルイストレンズシーズンエンディングインジュリー8分。nj 2020年11月9日閲覧シュナイドメンマットヤンクス スペシャルキャッチングプロスペクトイズジングタレントウェンヘルシーニューヨークポスト2020年11月9日閲覧パドレスルイストレンズトレーデット2パドレス CBSSPORTS.com2020 年11月9日閲覧 Facebook パドレスセットオープニングデイロスターオプションコーリースパンジェンバーグ2エルパソ サンディエゴユニオントリビューン2020年11月9日、閲覧。Facebook、First Pitch, Trends, Not Sanchez, Is Preferred, Back Up Catcher。サンディエゴユニオントリビューン2020年11月9日、閲覧。Facebook Off、Off Season Leagues, Luis Trenz A.B.G. Man This Winter。サンディエゴユニオントリビューン2020年11月9日、閲覧。 パドレス、ルイストレンズ、バトリング・オブ・リーク・インジュリー。CBSSPOORTS.com。2020年11月9日閲覧。パドレス、マリナーズ・コンプリート・セブン、プレイヤートレード。MLB ・トレードルモアズ。2020年11月9日、閲覧。ルイストレンズ・バッシュズ・ファースト・キャリア・ホームラン。www.msn.com。 2020年11月9日閲覧。2020メジャーリーグベースボールフィールディングリーダーズ。bas.reference.com b a,、S e、b a l l。2020年11月9日閲覧。ありがとうございます。